日本の一日の動きを中国語でお伝えする第一次政策の総合ニュース番組日本新聞。日本国内のその日の出来事を放送するほか、ライフ独自の取材によるニュース、在日家人のための生活情報などもお届けします。中国語で日本の時事ニュースを理解できるので、中国語学習者にも欠かせない番組の一つ、中国テレビ CCTV ライフがお届けする総合ニュース番組日本新聞、ぜひご覧ください。